はいどうもレイトです。さあ本日は岐阜県岐阜市に来ております。今日行く店はですねこちらです。バナナカフェさんです。バナナを使った料理とかジュースが売っているということで、僕バナナ大好きなんで本日やってきました。では行きましょう。レッツゴー。はい、着きました。店内ね、すごく雰囲気がいいです。おしゃれですね。こう小物とかにもこだわっておりまして、見てこれ、明かりのところにねちっちゃいバナナちゃんがいます。はい、で、ここはですね先に、注文してから、席に座ることができます。メニュー表はねあちらのレジにありますので、気になる方は直接見てください。ちなみに僕はですねでっかい豆乳バナナと、あとバナナタルト頼みました。楽しみです。こちら入り口なんですけども、ようこそバナナカフェへということで、ランチの時間が11時から15時まで、ドリンクタイムは11時から17時までとなっております。店内は14時から17時です。はい、入り口結構おしゃれなんですよ。こういったね小物だったりとか、下の小物もなんか味が出てますね。うん、大人の動物占いとかあります。バナナカフェということで、ランチタイムはねいろんなカレーが食べれるんですよ。こちらエビとアボカドのミルクカレー、僕のめっちゃ好きなエビとアボカド食べれますし、これも気になる、さっぱりレモンとハーブソーセージのスープカレーもあります。すごい大きな焼きおにぎり海苔カレー。おお、ちょっと面白そうなメニューたくさんあるね。はい、来ました。こちら豆乳バナナジュースなんですけど、これ世界一大きいバナナジュースだそうです。店長調べなので定かではないんですけども、まあでも僕が今まで見た中で一番でかい。これうわすごいよね。これ僕の手と比べてみると、ほらすごい大きい。で顔と比べるとね、ほらもうほぼ同じ大きさ。ああもうこのデカさが分かると思います。あと僕顔結構縦に長い方なので、それと同じ長さっていうことは相当長いです。であとこちらバナナタルト、うわー贅沢、バナナをふんだんに使っております。では早速ねこっちからいただきます。めちゃくちゃ甘いね。うん、あーすごい、これ飲みきれるかな。僕バナナめちゃくちゃ好きなんで、これバナナ好きの人はたまんないです。うん、ぐらいうまい。ではバナナタルトいただきます。もうねバナナ、クッキーもバナナで、これ中のプリンかな、これもバナナ色してますね。いただきます。うまっ、もうね甘さの大集合ですわ。うん、なんかこのバナナもね、僕毎朝バナナ食べてるんですけども、いつも食べるスーパーのバナナより甘く感じる。気のせいかもしれないんですけど美味しい。でね、先ほど店長にこちら何が入ってるんですかって聞きました。豆乳とバナナ入ってることは確かなんですけど、他のものは企業秘密だそうです。うん、ただ気持ちは入ってるって言ってました。でもね本当にね、なんかね僕もね家でバナナジュース作るんですけど、ミキサーで混ぜてね、それとなんかね全然味が違うんですよ。やっぱ美味しいですね。はあ、うまっ、人をダメにするバナナの味。はい、ごちそうさまでした。もうこれめちゃくちゃ量ありますけども、一人で飲みきりました。はあ、
腹いっぱい。もうね、めっちゃ腹が出てます。こんなにバナナジュースって腹にたまるんだっていうか、まあ量がちょっと規格外なんですけども飲み切りました。はい、いやめちゃくちゃ美味しかったです。美味しかったんですけど、もう世界一大きいバナナジュース、後半苦しかったねあの僕ね、昼飯食べた後すぐ来たのでお腹パンパンです。なんでね、あの世界一大きいバナナジュース、ぜひね皆さんもね挑戦してみてください。あのただ昼飯食った後すぐ飲むと結構お腹パンパンになる。僕のチャンネルはこのように岐阜のグルメ、岐阜のスポットを紹介しております。定期更新をしておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。またねー。